日本に来る韓国人の 30% 以上が訪れる町、大阪。道頓堀です。大阪のランドマーク、グリコクを見に行きます。あのおじさんは何なの？串揚げ。あ、串揚げなんだ。かわいい。動くのすごいな。あ、見て、タコ。あ、ドンキホーテめっちゃでかい。がみなぎる、まさにパワースポットだ。あ、通常の3倍の速さだ。赤を見たらカニが食べたくなった。カニ道楽に行こう。カニ食べれると思ったらこんな顔になるわ。ワルトールで。やっぱ大阪楽しい。それにしても東京と大阪、こんなに雰囲気が違うなんて。いろいろあるけど、人と人との距離感、これが一番違う気がします。あ、カニ発見。カニ道楽来た。空腹マックス。テイクアウトは完売だって。やっぱり人気。超楽しみ。すごい、カニカーニバル。親父ギャグも絶好調。あらまあ、満席ですって。じゃあ頭が止まったぜ。一人だときっと途方に暮れてた。でも私には強い味方、妹さんがいる。妹は大阪にめちゃ詳しいのだ。きっと美味しいお店知ってる。妹、任せた。うわ、サザビのファンネルのように美しいイチゴたち。うまそう。でもまずはご飯。わかります。はーい、わかります。まだカニショックを引きずりながらも道を渡る。おーい、妹さん、お店はまだか？姉ちゃん限界だぜ。お腹グーグー言っとるで。妹が足を止めた。超有名店551蓬莱さん。シューマイと肉まんがメインの商品。お値段もお手頃で、結構いろんな種類あるね。お気をつけください。お手振りからしてきます。ありがとうございます。買ってきました。からし、いただきます。すごくジューシー。並んで食べてよかった。並んでよかった。うまうま。重たより薄味で、それでいてジューシーなお肉。中身を優しく包み込む生地もほんのり甘くていい感じ。肉めっちゃ柔らかい。これ当たりだわ。
ガラスつけた方が美味しいね。うーん、思ったより優しい味。あ、本当は一つ食べたかったけど他のものも食べてみたいから1個買って半分こうすることにしました。肉まん一つで満たされる私じゃない。お願いします。お決まりですか。はい、タコせんを一つ。タコせんマヨネーズかけていいですか。はい、お願いします。全部注文してくれて妹頼もしいな。でもごめん、その裏で私これを見てズサのミサイルポットを思い出してた。ありがとうございます。しかし想像と違った。タコ味のせんべいかと思ったらせんべいの上にたこ焼きが乗ってる。お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。つぶして。つぶす。熱いでしょ。ちょこっとつぶして、うん、このまま食べる。熱いから気をつけて。いただきます。おいしい。面白い。ソースみたいになった。うん、色もある。東京で見たことないかも。すごく合う。面白い。ビール飲みたくない。これアイディアめっちゃ面白いですね。食感もカリッととろって二つが噛み合うし。お、タコだ。大きいタコが入ってます。面白いおやつだ。せんべいの中にたこ焼きが入ってて、たくせん。大阪に来たら食べてみてください。大阪といえばお笑いですよね。吉本の芸人たちの人魚焼き、なんか完成度高すぎて食べるの躊躇しそう。グランド花月で舞台に出てくるお笑い芸人の人魚焼きですって。道を迷いました。見た覚えのある顔だったから。ね、ありがとうさん。ありがとうさん。焼きたて月月食。焼きたての引力に惹かれお店の中へ。焼きたてじゃない月月食は食べたことがあってめっちゃ美味しいですよね。かぶりつきたくなるようなちょうどいい大きさ。うわ、たまらないなこれ。いただきます。ここは死ぬほど通ってない。知らんかった。うん、豚の香り。うん、うまっ。うまっ。うん、うん、やんこミルクまんじゅう。緊張した。だからこれは必ず行かないとって言ったやろ。うん、そう言った理由が分かったでしょ。うん、一周回ってカニ道楽のところに戻ってきました。こちらは大阪名物食い倒れ太郎。こちらのお店は品揃えが抜群だからか
たくさんの観光客でにぎわっていました。あ、すごい。おなじみのお菓子たちの大阪限定バージョン。これは面白いね。私が好きなジャガビのたこ焼き味もあります。え、エビセンなのにタコ、わけわからん。ビリケンさん触って幸せ確定。うわ、王将の迫力半端ない。大阪王将って書いてるね。東京の王将とは違うのかな。今にも飛び出してきそうなタコさん。やっぱたこ焼きさんの数が東京の比じゃないね。一番びっくりしたのがこれ。もう入るしかない。ということで着席して早速注文だ。とて焼きも注文。肉に味が染み渡ってる。牛すじだよねこれ。おいしい。九州の串カツ盛り合わせ。次は大好物のエビちゃん。プリプリという言葉はエビのためにあると言ってもいい。いやー、大阪旅行楽しかった。あふれる活気と美味しい食べ物。カニ道楽が閉まってた時はもう終わったって思ったけど、大阪に詳しい妹がいて本当によかったね。姉ちゃんを救ってくれてありがとう。それではお後がよろしいようで、私の美味しそうに食べる姿をご覧いただきながら、今日の動画はここで締めたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。